久保さんあの「量からしか質は生まれない」っていう言葉が僕は好きなんですけど今ね久保さんの話聞いててねあもしかしてこれもありえるなと思ったんですけど質は量を生むってことですね質は量を生むっていう <laughs> 量からしか質は生まれないしかし質は量を生むっていうねまあこれどういうことかっていうとその例えばね分かりやすくになればまあね そんなに動画喋れませんよ。ネタがありませんよっていう人は、間違いなく、この久保さんともこの億万長者合宿僕4000本超えてると思うんですけど、<laughs> 4000本できますかネタがありませんとかね。あの、喋れませんっていう人が4000本取れますか多分100%無理でしょうね。100%無理です。だってネタがないんでしょ取れませんって言ってるんでしょ取れないですよ。一歩も取れないですよね。 でも僕と久保さんの領域に行くと、まあ、何でも喋れるわけじゃないですか。まあ今回なんかレザーレクション一文字で言ってますけど、<laughs> 多分一文字でやり取りする人まあまあいなくないですか <laughs>。なかなかこれはこれで僕学びがあるなと思いますね。一文字チャレンジっていうのは多分あんまないんで、まあ一文字でこんだけやり、ね、なんか990本またやるわけじゃないですか <laughs>。まあまあないかなと思うんですけど。 まあ,あとはまあの質は質が量を生むっていうでもんだろうな量をいくらこなしてもそんなに量と思わないっていう質ですね自分の質というか自分のスキルというかんだから何だろうな腕立て100回できる人が腕立て10回したとしても何もすごいと思わない腕立て1000回できる人が腕立て100回しても別に普通ですみたいな でも他の人が見ると100回腕立たせすごいなみたいになるっていうね自分はすごいと思ってないんだけど他人から見るとすごいっていううん質は量を生むとでもその量っていうのはうーん何だろうなうーん別に普通であるとでも他者から見るとすごいなと思われるっていうね <laughs>、うん、例えばこの iPhone ってすごい高性能じゃないですか めちゃめちゃ高性能だと思うんですけど多分ねいろんな質が入った部品がねめちゃくちゃ入ってると思うんですよどうですか1個の CPU だけじゃないですよねいろんな多分じゃあ1個ねオンボロのね例えば回路が入ってるとするじゃないですかすぐ壊れますよねどうですかまあ品質チェックとかもやなんかそのダイソンとかもねわざあの車とかもそうなんですけどわざと壊すみたいなねわざと壊すみたいな <laughs> あのダイソンの掃除機もなんか壊す機械があるんですよね前見たんですけどなんかどれだけ耐久できるかってぶっ壊すんですよこうやって車もなんか事故の実験とかしてぶっ壊していきますけどなんかそのいろんな質の集合体で、えー、さらにもっといいものができてるというかこれが出来上がってるっていうねでも1個でも質が悪いの入ってたらすぐ壊れるだろうしだからやっぱ質量からしか質は生まれないし質は量を生み出すっていう これいいいいんじゃないかなかと思いますね。質は量を生み出すと。でその量を量,量からまた質が生まれるっていうこの循環ですね <laughs>。量から質が生まれる質が量を作り量が質を作り質が量を作りみたいな <laughs> もうずっと永遠のループですね。で結局どんどん良くなってくるってことですね。まあどんどんそのベースがアップグレードしていくって感じですね。 だ僕自身も一番最初 YouTube を始めた時のトークより今の方が軽快に喋れますね。で、伝え方も伝わりやすくなってきたと思いますね。まあそれはまあ僕が聞いてる側ではないので、まあ聞き手にしかわからないですけど、少なくてもまあ僕はこの少ない再生数でもずっと商品売ってるので、僕がね、この言ってる言葉が何も伝わらなかったら商品一本も売れないので、ずっと売れてる。ずっと売り続けてる。この少ない再生数で。 それ,はそれは誰かにちゃんと響いてるからですね。響いてなかったら売れないですよ。うん。だからそれはまあなんだろうな。逆になんだろうな。うん。昔に比べると、より深く響,響くような伝え方ができるようになったんじゃないかなと思いますね。だって再生数は少ないので、コンバージョンレートを上げるしかないんですよ。もしくはリピートだったりとか。だからより深くなんだろうな。 刺さるっていう感じですよねでそれは量をやって質が生まれて質が量を生んで量が質を生んでっていうのその繰り返しをしたからかなと思いますけどね。い、うん、ってらっしゃい。